ロー、こんにちは、ダジャハー、ナルです。今回は東京、浅草に来ています。今回は浅草で少し観光したいと思っているので、その様子を皆さんにシェアしたいと思います。今回はなんと着物を着て浅草を回ります。実は今回は私の動画を編集してくれている美穂さんの撮影のお手伝いで浅草に来ているんですが、その間に浅草を観光してもいいよ、 Vlog を撮ってもいいよと言われたので、今回はお言葉に甘えて Vlog を撮らせていただきます。さっきも言いましたが、今回は着物を着て浅草を回ります。レンタルの着物屋さんに行くんですが、その着物屋さんにも許可を取ったので、レンタル屋さんでの受付や着物の選ぶ様子なども皆さんにシェアしたいと思います。ぜひ参考に見てください。楽しみです。それでは浅草 Vlog スタート。今回朝から撮影するために前日から浅草にあるホテルに泊まりました。ザ・かんざし東京浅草というホテルです。かんざしは日本の伝統的な髪飾りのことです。ホテルの部屋にもよりますが、窓からスカイツリーと浅草寺が見えます。ホテルの屋上にテラスがあって、そこからも東京の景色を楽しむことができます。テンションが上がりますね。まずは着物レンタル屋さんに行きました。今回は着物レンタル中野というお店で貸してもらいました。プランやオプションによって着られる着物が違います。平日に借りるか休日に借りるかによっても価格が変わりますが、だいたい5000円から1万円で借りることができます。ベーシックプランで3500円。こういう感じですね、うん、かわいい、はい、こっちですね、はい、で帯はちょっと限定でここを使っていただいてますけど、淡い色なので大概合いますからね。あ、はい、それで学生さんであれば学割が効きますので、これはお得なプランになってます。で次のプランはスタンダードプラン、はい、ここからずーっとあちらの水色のところまで、あっちまでですか、はい、5000円。あ、はい、でこのお値段の中には着物と帯と無料のバッグがございまして、これ2点の無料のバッグになってます。うーん、というところを貸し出します。はい、それにヘアセットとお草履がついてますから一式揃います、はい、ですけれどもさらに可愛くしたいっていうであれば、のマネキンのようにですね、着物の中に着る襟とか、はい、こういうフリフリとかね、帯飾りとか、後ろを見ていただくと、こうわすごい帯だったりこういったものとかチュールですけど、あとこういう袖につけるレースとかね、あちらのカモバッグとか、あマフラーはいはいはい、1つ500円です。ああ、なるほど。オプションいろいろあるんですけど、4点、ね、はい、オプションが4点になったら、あちらのカゴバッグは無料でサービスしてますっていうのもつけてますので、はい、いろいろ選べます。それでまず着物をまずこの段階で好きなのを選んでいただきますので、はい、手に取って気になりを外して鏡に合わせてご覧になっていただいているので、はい、お好きなのどうぞ。ありがとうございます。種類がたくさんあってすごく迷いました。迷いますね。迷ったらスタッフの方が組み合わせを提案してくれます。もう一つご提案なんですね。ご提案をたくさんしてくれる。さすがです。今で言うとこの赤の方がはっきりするんですよ。確かに、あ、かわいい。あとピンクでもいいですよ。ちょっと落ち着いた感じのピンク。でもちょっとこっちの方が好きかもしれない。こっちの上の方が。私もそっちの方が好き。紫でいきますか。うん、ちょっとこれ外します。じゃあ紫で、うん、すごいですよ。こういうパール系でもいいですしね、いろんなのがありますので、すこういうね、トンボ玉だとすごく輪になりますしね。ファンをつけたいんであればちょっと持ってみる。どうです。めちゃめちゃこれで締めると良くないですか。その紫じゃないです。このグレーで締めるとめちゃめちゃ可愛いですね。雰囲気ありますでしょ。プランには着付けとヘアセットも含まれています。着替え終わりました。完成。浅草観光の始まり。この浅草寺に向かう道を仲見世通りと言います。この通りにはお土産屋さんやちょっとした食べ物が売っています。はい、さつまいも一つと、はい、かぼちゃ一つお願いします。はい、はい、
はい、いいですか。はい、はい、はい、600円、はい、こっちもかぼちゃ、こぼちゃですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お店の人との会話聞き取れましたか。こういう食べ物を買った時は人や他のお店に邪魔にならないところを探して泊まって食べた方がいいです。私は揚げまんじゅうを買いました。かぼちゃの揚げまんじゅういただきます。お腹空いてたからなおさら美味しい。浅草寺は東京都内で最古のお寺です。この鮮やかな赤と大きい門が特徴的ですよね。東京という都会にいながらもここでは日本の歴史や文化を感じることができます。50円玉でお参りをしました。浅草寺は旅行の安全や家族の平和、願望成就などにご利益があるそうです。私の願いも叶いますように。ここでおみくじを引きました。浅草寺はおみくじの中でも一番運勢が悪い凶がよく出ることで有名です。58番でした。58。はい、私は今日でした。これより下はないので上に上に上がるしかないですね。頑張ります。その後は映える写真を撮ったり、ちょっとお腹が減ったのでたこ焼きを食べたりしました。観光地ともあって英語でのメニューも書いてあるので外国人の人も理解しやすいですね。チケットお願いします。あ、はい、すごいチケットだ。このたこ焼き屋さんは食券タイプ。はい、お願いします。はい、8個入りです。マヨネーズおかけしますか。あ、いいですか。お願いします。たこ焼き屋さんではよくマヨネーズおかけしますか、青のりおかけしますかなどと聞かれます。イエスの時はお願いします、ノーの時はいりませんと答えてください。どうぞ。はい、ありがとうございます。イエーイ、いただきます。あ、出た、震えた幸せいただきます。うん、うん、おいしい。上にあんこ乗ってて甘い。うん、甘い。でもおいしい。おいしそうだもん。もう食べますか最後。え、ちょっとだけ食べたい。あ、おいしい。いちごじゅわーってきません？うん、行きましょう。母にお土産を買いたくて手ぬぐいのお店に寄りました。私の母は季節によっていろんな手ぬぐいを壁に飾っています。何がいいか迷いましたが、私はこの赤い富士山の手ぬぐいを選びました。3300円です。はい、手ぬぐいは小さくて軽いのでお土産におすすめです。こういう雲海のところがこういうの全部あのその回数重ねて染めてるんで、印刷じゃないので、印刷だったらその表側だけですね、紙にする。これは全部染料が通ってますので、はい。最後に人生初の人力車に乗りました。左からスカイツリー。はい。真ん中に朝日ビールの本社。ビールジョッキの形が特徴の建物。あ、でその隣、そうそうそう、そうなんですよ。この隣の方が目立ちすぎててビールジョッキーが気づかない、はい、本当にあれなのか
僕らのちょっと一応会社のルール的にそれ以上言えないんで、詳しくはウェブで、はい、はい、人力車を引いてくれたこのお兄さん、この方は英語もできるらしいです。浅草の街を面白く紹介してくれました。実は多くの方が気づかないようなちょっとしたおしゃれがあったり、そんなのを伝えてくれたらなとは、はい、モザイクかけてもいいですか。顔、僕ですか。はい、YouTube に出てもいいですか。全然あのじゃあ著作権はそんな著作権ありませんか。なんだ編集楽ですね。編集楽チラッと向こう見てください。カメラで映るかな。白梅です。白梅、梅。ああ、白梅は割とね強いのが、紅梅ってあの赤い方の梅より、遅くに咲いて長く残る。他にもそのね遠い面にはこれちょっと小さいんですけど、これ桜なんですよ。へえ。世の中何種類ぐらいの桜があるかご想像しますか。120を出ましたね。じゃあ答えは今現在確認されてるだけで、はい、約600種類です。着物を返して最後はもんじゃ屋さんで夜ご飯を食べました。横の壁にもんじゃの作り方の説明が書いてあるんですが、難しかったです。店員のお姉さんが助けてくれました。完成。このドロドロしているのがもんじゃという料理です。美穂さんは初めて食べたらしいです。私も人生で5回目ぐらい。浅草を観光して新しい経験をして美味しいものを食べて満足した一日でした。皆さんの浅草のおすすめがあったら教えてください。私が行ったご飯屋さんや着物レンタルショップなど概要欄に載せておくので、気になる人はチェックしてください。浅草に行きたくなったという人はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録も待ってます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で。じゃあねー。